オサムリス社は、1877年11月に、設立された、日本の結社。その主意書によれば、天賦の自由を拡充し、人意の権力を抑制し、上は政治を改良し、下は、自治の気象を発達せしめ、モテ最善意タりビの社会を構造線とするにあった。社員を二分に分かち、15歳以上を正社員、以下を、準社員とした。規則を設け、 社員の他に広く地方の指定にも入学を許し、家庭を6学級に分かち、毎日4時間の授業を行うなど、大いに勉学を奨励した。社長は、森脇直樹。社員100名。社員に、初代高知市長、一円正沢後の第二子、中野虎次郎らがいる。社員、森田馬太郎は、1882年1月5日の、 立志社校内生団演説会の演説が急に触れ、日本最初の不経済で、重金庫四年、罰金百円という過酷な刑に処せられた。また、社員、佐野義和、下村治生相田直像、大井善友は、国洋社員、吉松寿太郎らと、大臣暗殺を企て上坂したが、千八百八十六年一月、尻なし川で金銭のもつれから、高知県人を、 二冊、捕獲された。いわゆる、尻なし側事件である。これにより、吉松、佐野は1888年7月死刑、下村、真は、無期時計、大平らは重金庫3年に処せられた。ありがとうございます。